ケロケロ見聞録井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたポッドキャストケロケロ見聞録ポッドキャストはメディアンリアンより東子佐紀佐っ子ちゃんでお送りしますポッドキャストではケロケロ見聞録のダイジェスト版のほか番組内では紹介しきれなかったお便りを紹介していきます二部構成で前半では番組のダイジェスト後半ではお便りを紹介していきますのでぜひお聞きください では早速7月4日に放送された番組のダイジェスト版からお楽しみください。ロロ見録ここからはメディアンリアのメンバーでもあるさっこちゃんことひもりさんにも新たに加わってもらい、ダイバーシティを今後どのように考えていくか議論を深めたいと思います。それではさっこちゃん自己紹介をお願いします。はい、九州大学競争学部4年のひもりさきこです。 食と旅をすることが大好きで大学では人のアイデンティティ形成やメンタルヘルスについて学んでいます具体的に研究しているテーマは日本に暮らしている外国の方が価値観や文化、言語が異なる環境でどのように自分を理解するのかですちょっと聞いてみたいんですけどなん, <laughs> なんでその研究テーマに興味を持つようになったのかがめちゃめちゃ気になりますうん すごいい一言で言言でううの難しいんだけど、うん、知って言うと自分も海外に住んでいた時に人や制度の存在に助けられた経験がすごくあって<ー>っていうのも小学2年生の時に全く英語が話せない状態でアメリカに引っ越したんだけど、うん、約うん、うん、4年間ケン地の公立学校に通学した時にアメリカに行った途端日本でできてたことが突然できなくなってしまって、うん、例えば。 先生が読み聞かせてして,している絵本の内容がわからないだったりとか「うん、トイレに行きたいです」っていう一言も言えないだったりとか自分がこうだって思ってたことが突然そうでなくなってしまってこの時にとっても困惑してでそれに降りかかってくるように言語だったり習慣文化の違いとかも感じて海外で生活することって簡単じゃないなってすっごく思った。 幸運なことに、インドだったり、コスタリカだったり、いろんな友達だったり、先生の助けを本当にもらっておかげで、今、アメリカの経験とか、アメリカっていう国も好きだなって思えるようになったから、から帰国した時に、日本に暮らしている外国の人が暮らしやすい環境づくりに尽力したいなって思って、大学に入ったっていうところになるかな,<ー>なるほど。 多様性が生かされる社会ために何ができるかってすごい難しいなって <laughs> 確かになんか主語もね個人がやるのかうん、うん、それとも企業とかそういう組織がやるのかそれとも政府がやるのかでも変わってくるよねうん、うん、確かに変わってくるねうん、うん、その個人っていう視点で言うと多分多様性が生かされるっていうことは私は一人一人の違いが生かされることだなって思うから、うん、なるとまず その人だったり自分とは異なる属性の人を知ることがまず大事だなって思う,うで知った後にその人の視点だったりを知ることも大事だなと思っていて例えば日本に暮らしている外国の方だったらその人が何で日本に来ているのかなとか日々どんな暮らしをしているのかなとか、うんうん、こういうことを知ることも大事だし知る時にそれを体験として。 知ることがとても大事だなと体験なるほどと、うん、違いを楽しむっていうこともすごい大事だなって思うかな確かに、うん、違いをこう言葉を選ばずに言うとこう面倒くさいっていうところではなくて、うん、あそういう違いもあるんだ自分に取り込める視点ないかなとかいうふうに思うと結構楽しめるのかなと思った、うん、うんうん確かにでも楽しいっていう思いもある反面やっぱり実際に何か 自分とは異なる背景だったりもの、うん、を受け入れるってなったら難しい部分もすっごいあるなっていうのは本当に感じてうん、うん、だからこそハードルがああっっっっててても違いいいいいとと向き合いたた思思思える、うん、動機であったりを持つことってすごい大事だななうかなマイノリティの方たちの中でも、うん、マイノリティの方かつこれは悩みを抱えている方たちっていうふうに限定した話にはなってしまうんだけど。 何かしら持っている課題意識だったり悩みであったり、うん、っていうことを伝えたいという思いは共通して違うマイノリティの属性、うん、違う少数派のグループにいたとしても共感できる部分はあるんじゃないかなって思う、うん、結構その多様性を生かすっていうところでまず今みたいなマイノリティの人たちとかをどうやって受け入れていくのかっていうレベルがあって、うん、その後にプラスアルファ もっと余裕が出てきた後に生かすっていうより生かすっていう方向にシフトしていくと思うんだけど、うん、私は何かそうなるとこうやっぱりこう制度として国とかがどうやって保障していくかっていうところだけじゃなくてこてちゃんと多様な意見を取り入れることがビジネスにつながるっていうことも理解しつつ企業が多様性を担保する職場環境を作るっていうことでより多様性が生かされるっていうプラスアルファーができていくんじゃないかなと思う。うんうん 多様性を生かしてこうビジネスに取り入れようとかって言っといてあれなんだけどでそれも悪いとは思ってないんだけど、うん、こう違いがある人を積極的に企業が入れたいっていうのって結局属性で見てるのかなっていうのもちょっと自分であじゃあって思っちゃって、うんうん、なんかいい悪いっていうかこう自分も例えばこうシンポジウムに来てくださいって言われた時に。うんうんうん 女子学生ととしてててて呼ばれてるなっっ思うこと結構あ,ってあ<ー>清原トークを呼びたいっていうよりはどっちかというと私は正直シンポジウムに登壇させてもらってるからラッキーみたいな思えるタイプだったけどそれが嫌だなって思う方もいらっしゃるかもしれないから,、うん、からそういう時にはやっぱりこう対等な立場でこう属性だけで見るんじゃなくて同じ目標を持ってっていうのは大事だなって思った。うん、けど 属性ではなくててその人全体としてっていう話にもつながると思うんだけどやっぱ違いを意識したり違いを受け入れるってなるとどうしてもなんか自分とは違う方をなんか受け入れるっていう感覚になるし感じるなって自分でも思うんだけど。 これは多分多数派と少数派でも一緒だなって思っててどうしても私たち多数派とそうではない少数派っていうふうにうん、うん、確かにね二分しちゃうよねなんかうん、うん、いろんな人がいるはずなのに私の属性とそれと対局の属性みたいなうんそうだよねさっき言ってくれた二分っていう言葉、うん、本当にキーワードだと思うんだけどでもダイバーシティっていうことの意味が、うんうん 社会のあらゆる段階に関してあらゆる違いが存在すること、うん、を意味するっていうことを考えると多分私たちって東子も先も私もある面では多数派であると同時に、うん、ある面では少数派である、うん、っていうことを忘れずにいることっていうことってすごい大切だと思う。ケケロケロ見聞聞録井の中のの中大大学生が大会のあれこれこいてみたホットトキャスト 振り返りはここまでにして今からの時間はリスナーの皆様からいただいたお便りを見ていきましょうそれではたくさんいただいていましたのでご紹介させていただきたいなと思っていますまず最初に今月のテーマであったダイバーシティに関するお便りをいくつかいただいていたのでご紹介させていただきたいなと思いますまず最初にラジオネーム尾崎列島館さんからです多様性はもちろん大事ですがみんな違ってみんないいという発想に陥ってしまうと 進歩がなくなってしまうとも思っています確かに、やはり違いを認める中でもある種の競争心みたいなものは大事かもしれませんもちろん分野にもよりけりですがっていうふうに届いています、うん、確かにこう分野によるっていうことでなんかどうなんだろう私は例えば義務教育小中で受けるような教育って こ社会に出た時に自分が騙されないようにとか自分が生活していくためにこう必要な知識を身につける場だと思ってるから、うん、まあそこで例えばその知識が身についてないのがよしとされるのかっていうと確かにそういう,こう知識であったりっていうのが身についてなくてもいいよって全部するのは、うんうん、違う気がしていて。うんうん でただこう本当のダイバーシティって多分そうじゃなくって、うん、こう例えば足が速いとか絵が上手とかっていうのっていう物差し自体には優劣ってどうしてもついてしまうしそれは尾崎レッドーカーさんがおっしゃってるみたいな感じでうん、うん、それを比べることってこう成長していくことにもつながるから悪いことじゃないと思ってるんだけど、うん、その優劣をその人自身に拡大しないこと。 っていうのが、うん、こうダイバーシティとか違いを認めるってことなのかなって思ってるから、なんかそうしなければこうどっちもなんか進歩しつつこう違いを認め合えるってできるのかなって思った。うん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 。うんうん、その物差しの測り方ってめっちゃわかりやすいね説明として。うん、うん、確かにみんな違ってみんないいっていうこと。 発想であったり考え方に助けられるる人もいいんじゃないかなかって思う部分があって、うん、そのみんなが違ってみんないい例えばかけっこの物差のしで自分は他人より低い、うん、スケールが10枚だったとしたら3でしかないけどでも自分が得意な部分もあるしここは自分じゃ得,、うん、得意じゃない場所かもしれないそういうことをなんか認めてあげれたらあじゃあ自分は3でしかできないけど頑張ったら5までできるかもっていうふうに集中して頑張れる。 うんなんて言うんだろうな原動力にもなるのかなって思ったりした確かにね強みをちゃんと見てもらえればその強みがむしろ伸びるんじゃないかなって思うよねうん,うん確かになそしたら次のお便りを少し見ていきたいなと思います、はい、ラジオネームジョンさんからですジョンさんが日本と海外ににに住んだ経験ががありまますが帰国後に上下関係の厳ししさに驚きましたこれは多分日本のことだと思うんですけど。 正直年齢が一つ二つ変わるだけでなぜここまで接し方が変わるのか疑問に思ってしまいますということでアメリカでは近い年齢の人には同い年であるかのように接します年上の方には丁寧に話しますが日本ほど厳しくはないですしかしこの上下関係も日本の文化の一つとも言えますので上下関係をなくしたいということではなく気になってただけですっていうふうに届いています 私、上下関係しっかりの結構好きで。うん。えー 好きっていうとなんだろう厳しく接されたいとかじゃないんだけど同期とっこちゃんとかきちゃんみたいな人と違う立場の人がいるっていうのはそれはそれでいいなって思ってて同期だったらこんな感じでフランクに喋る先輩だったら頼る後輩だったらちょっと先輩風吹かせてみるみたいなんかそういう立場が割としっかりあるっていうのはんかそれはそれでいいなって接しやすいしこう。 そうやって役割分担みたいな感じでできてる感じがいいなと思う、うんうん、あーなるほど私はなんか年齢とか経験が自分よりも上っていう人をリスペクトすることの考え方自体は素敵なのかなと思っているんだけどだからといってこう年齢が上だから何でも従わないといけないみたいなちょっと力関係の上下にまでなってしまうとそれはちょっと確かに違うかなとは思う確、うん。確かにね いわゆる年齢の差とかで従わなきゃいけないとかっていう理不尽な部分は、うん、確かにそこは違う部分もあるなとは思うけど素敵だなって思う部分もさっきと同じようにあって、うん、敬語であったりとか時に使い方によってはすごい綺麗だなって思うことも感じるから、うん、そういうところはすごい好きかな。あと一つ思うのが 英語と比べてこれは個人的な話なんだけど、うん、日本語で違う立場の人と話すとき年齢が上の人と話すときって敬語を使うっていうとすごい一気にハードルが上がっちゃって<ー>すごいその人の間に壁を感じちゃうんだよね確か,、うんうん、確かにねそれもわかる、うん、英語って敬語全くないわけじゃない礼儀はあるんだけど敬語は本当に全くなくて全くないんだ、うん、この前かな 春に留学のプログラムに参加した時に、うん、多分30代40代ぐらいのプログラムを統括するいわゆる先生的なポジションの人がいたんだけど、はい、下の名前で「帰るって呼んでね」って言われて、うん、帰るって言いながら普通に会話をしたんだけど、えー、すごい<の>ありえないいよね日本だったらすっごい新鮮で、うん、でもすごい楽しかったしそこである意味敬語で使って。 話してたとしたら繋がれない部分の人として友達感っていうのが年齢が自分と上の人、うん、とするときにうん、うん、英語ではその関係がとても作りやすいなって思った。でもその英語で例えばカエルって呼んでないって言われたら私日本人だけど言えるけど、だ、うん、か日本人の人に、うん、なんかタメ口でいいよって先輩に言われても難しくない。<laughs> なんかもうそれ <laughs> <に>はその言語が今喋ってる感じがなんか染み付いてるからなのかわかんないけどうんそう、ね、なんか。 日本語でタメ口でいいよって言われてタメ口喋ったからといって英語ぐらいフランクにできるかって言われると違うと思う。そうだよってなると確かにそういういいアイデアとかそういうなんだろうな名前を下り呼ぼうっていうアイデアとか海外ではいいとしてもそれをすぐ日本に持ってきて実践しようっていうことが必ずしもできるわけでもないしいい場合でもいい っていいうわけではなこ確かにねそのまま持ってくるのは違うかもねうんっていうの今瞳子の話聞いてすっごく思ったうんうんうん、うん、そしたら次のお便りに移ってみたいなと思いますただ最初に少数派だと思うことを教えてくださいっていうお便り頂い,いてたのでそちらを先にご紹介したいなと思います、はい、ラジオネームパパイヤさんからですうどんは 断然箸で持てないくらいベチャベチャしたものが好きっていう風に届いています薪 <laughs> のうどんだ <laughs> <laughs> 多分薪のうどんでしょこれ <laughs> なくならないと言われている <laughs> スープめちゃくちゃ吸ってるね, <laughs> てるねそうそうそうやっぱうん、うん、博多うどんはベチャベチャなので結構少数派じゃないんじゃないと思うんだけど確かにそんなことないかな これってある？意味？そのべちゃべちゃとか柔らかいっていう？うん、うどんの麺の硬さの特性がある。うん、福岡の人だからわかる表現なのかな？っていう面もあって、<ー>私べちゃべちゃって聞いた時にべちゃべちゃなうどんってどんなんだろうって想像できなかった。<laughs> だから想像できた。倉庫とか <laughs> さっき今すごいって思った。あ<ー>うんそっか。そうなんだ。でも私は佐賀県出身なんですけど。 硬いうどん派なんだよね。佐賀県も柔らかいうどんじゃない。そう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 。<何>柔らかいうどん派が多分多数派で、<laughs> うん、なんでかっていうと、私の。 家の近くに固いうどんを提供するお店と柔らかいうどんを提供するお店があったんだけど、うんうん、固いうどん屋さんがね2か月ぐらいで潰れちゃったんだよね <laughs> <ー>名前は言えないんだけど <laughs> そうそういうのがあったからやっぱ佐賀県とか九州地方の方は柔らかいうどん派が多いのかなとうそうだよねでもラーメンはバリカタなんだけどな <laughs> そうだよね私もバリカタ <laughs> 好きなのうんかラーメンうどん屋さんか うどん屋さんにあんまり行くことがないんだけどうん、うん、行くってなったら必ずカレーうどんを頼むかな <laughs> 美味しいよね、うん、絶対カレーうどんなんだ <laughs> そうなんだ <laughs> ええー、確かに皆さんの好きなうどんの硬さもぜひ SNS で教えてもらえたら嬉しいですい <laughs>、はい、そしたら最後に七夕にちなんだお便りをいくつかご紹介したいなと思いますまず最初にラジオネームにゃんにゃんさんからです 別荘に行ってみたいっていう風に届いてるんだけど、うん、別荘欲しいですか？欲しいです。<laughs> 欲しいです。別荘。夏が暑いので日射、うん、地に別荘が欲しいです。<ー>いいね。<laughs> 確かに。<laughs> 今暑いからかな、うん、ちょっとここ。確かに確かに。かにうん、いやでも私まあ、別荘素敵だなって思ったんだけど。うん 別荘じゃなくて住所不明ぐらいがもしかしたらいいかもしれないなと思って <laughs> こう別荘として建ててしまうと例えば北海道に建てたとしたら、うん、北海道と佐賀県の行き来になってしまうんだけどこう別荘を持たずにいろんな例えばコワーキングスペースを転々としてみるとか<ー>やって自分の好きなところに転々とした方が楽しそうだなって思ったそれいいねなんかゲストハウス巡りとかしたりそう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  ってなるとすごいやっぱて々とできるスキルだったり専門性だったり身につけたいってすごい確かに生ドワーカーみたいなどこでもお仕事できるっていうスキルがあるとそういう暮らしができるのか,か、うん、頑張ってみようかな <laughs> 頑張ろう <laughs> <laughs> ありがとうございますそしたら次のお便りですねラジオネーム壁時計さんから天の川歩いてみたいっていう風に届いています<う>私も 天の川を歩いてみたいかわかんないんだけど、うん、ちっちゃい頃絵本とかでそれこそ「雲の上に動物が乗ってます」とか「虹の上に動物が座ってます」っていうのを見てたから<ー>なんか虹座れるのかなとか多分ちっちゃい時思ってたかも、えー、<laughs> 確かにさちっちゃい子ってさなんか雲の上に動物とか入ったりするよね。 そうなんだよね。なんか天の川といえば宇宙とかもあると思うんだけど、宇宙に行きたいとか思ったりする？ええ。なんもうすぐね行けそうとか言われてるけど、私はなんか酔いそうだから行きた。なんか訓練しなきゃいけないらしくって、その宇宙に行くためのなんかぐるぐる回されてそれに耐えないとみたいな感じらしい。確かに。絶対絶対やばいので酔っちゃいそうねそこで。そうか。宇宙な。 必ず行きたいっていうわけでも行きたくないっていうわけでもなくて、うん、行けたら行ってもいいかなっていうものが謎に強いかな <laughs> 行けたら行くはいかないな <laughs> <laughs> 行かないかな、ね、<laughs> なんだろう宇宙にに行行く前にまず地球で行ってみたいあ確かにね、うんうん、海外とかもねコロナが落ち着いたら行きたいしなうん、うん、機会があればということで、うん、ありがとうございます 最後になるかな最後になります。ラジオネームみかんせいなみかんさんからです。私の一生に一度体験したいことは、ウユニ塩湖に行くことです。天国のような場所で行ったら心が現れそうな気がします。確かに。今はコロナで海外に行けないですが、コロナが収まったら学生のうちに行ってみたいですっていうふうに届いています。いい やっぱ、私もちょっと宇宙より前に、ウイーンと、行きたいなって、今思ってて。でも、なんか、なんか、自分でも作れるらしいよ。そうなの。ウイーンっていうのは、どういうこと。ウイーンこう作る。あの、私、ユーチューバーの東海オンエアさん、結構見てるんですけど。なんか、プールの中に、何トン、あの、塩を入れたら、浮くかみたいな。検証してて、浮いてたから。なんか頑張れば。 なんかユニエンコじゃないけど <laughs> <laughs> なんかけ受けるらしいとりあえずあなるほど、えー、目をつぶればユニエンコかもしれないね、うん、そうそう,そう,そう <laughs> ちょっと体が痒くなりそうだなとも思ったんだけど <laughs> 私お便り見て天国のような場所ってことで思い出したんだけど天国に一番近い島ってよく言われてるニューカレドニア島っていうのがあって、うん、ここはなんかまず 街並みがフランスらしい、こう、おしゃれな街並みと、で、南国にあるから南国風のリゾートがこう融合してるっていうところも、すごいおしゃれだなと思うんだけど、やっぱり海がめちゃくちゃ綺麗で、う島もなんか世界遺産に登録されてるぐらいの絶景らしい、ね。な行きたい。ねえ。 でもなんか調べてたら「天国に二人ハネムーン」みたいなキャッチコピー多くて、えー、ちょっと待って<ー>ちょっと待って天国に行っちゃうの <laughs> まあ確かにち、ね、ょまと待ってちょっと待ってそ,う 2>, <laughs> そう,もう2人だけの世界ってことだと思うんだけど,なるほどそう。 確かにねんちょっといろいろ誤解まで来そうだけどからそうだねわちゃわちゃ騒ぐっていうよりかはゆっくり自然を眺めながら休みたいってことだと思うんだけど自分のでもいいし友達のでもいいけど結婚式で連れてってほしいなって思った。天国に一番近いぜひコロナが収まったらちょっとメディアニアのメンバーで行ってみたい行ってみるか ユニエンコを作るか作りましょう。どっちかやってみようと思います。検証したらね、<laughs> <はい S 1> あとツイッターとかで。<laughs> <laughs> はいね、なんかどんどん過激ユーチューバーみたいな <laughs> <laughs>。はい。危険。<laughs> はい。今月もたくさんのお便りをいただきありがとうございました。来月もテーマに絡んだお話やその他ゆるいゆるいお話も募集しておりますので、どしどしお送りください。はい。 ここまでお送りしたケロケロ原文録ポッドキャストお楽しみいただけたでしょうか番組の感想は番組公式 SNS で募集している振り返るフォームもしくはハッシュタグケロケロ原文録でぜひつぶやいてくださいね。お待ちしております。番組では Facebook、Instagram、Twitter、Note などの公式アカウントで学生スタッフの紹介やゲスト情報、放送に入りきれなかったお話などを配信しています。 皆さんの好きな SNS をフォローして最新情報をチェックしてください。8月の番組テーマも後ほど SNS で発表しますので、番組と連動してお楽しみください。ポッドキャストで興味を持ってもらった方は、ぜひ、ケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しております。次回の放送は8月1日です。ここまでのお相手はメディアンリアンより、 ラブ FM, FM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめますラブ FM.co.jp にアクセスしてくださいね love FM Podcast